ヤッキリ・イベサイトは、ドイツ・ドレスデン出身のドラマー。ロックバンド、カンの創設メンバーとして知られる。1960年代、ヨーロッパのフリージャズバンド、マンフレート・ショーフ・クインテットの一員だった。続いてカンとサイケデリック・ロックに挑戦した。バンドの代表作、タゴ・マゴの収録曲、ホロルーィーでの超絶的なドラミングで伝説となる。 尋常ならざるメトロノームスタイルのドラム奏法で知られる。勘のメンバーたちは、焼きは、半分人間で半分マシーンだと評した。セックスピストルズのフロントマン、ジョン・ライドンは、自伝、スティル、A パンクにおいて、ピストルズ解散後、一番組みたかったドラマーは、焼きリビサイトだったと書いた。1980年、ファントムバンドに加入。また、ドラムズ・オフ・カオスや、 クラブオフカオスといったドラムアンサンブルを組んだ。後にジャー・オブルやフィリップ・ジェックと共演。ジャー・オブルのアルバム 30Hz レコーズをプロデュースした。ブライアン・イーノのアルバムビフォアアフターサイエンス、デペッシュモードのアルバムウルトラなどに参加した。近年はバーント・フリードマンのアルバムシークレット・リズムス、シラーのアルバムアーテム・ロースに参加した。ありがとうございます。